島津久永夫妻は衰えで記者会見。どうです、奥様になられた。まだあんまり実感にならない。もう1週間ぐらいすると少しはそういう実感になるかもしれませんけど、あの、これとお離れになった。それも本当にまだピンとこないで。今朝、あの、車で20橋渡られましたね。はい。あの時はどんなお感じでしたか。別に無神経なのかもしれません。島さん、夫人はどういうふうに映られますか。差し当たって貴子ということにしておきましょうか。差し当たってですよ。ご主人は何て言うの。私ですか。どうしよう。言わなくても分かると思う。奥さん、たかこ、要するにこれからですね、まあ、サラリーマンの奥さんになられてですね、はい、いわゆる月給生活をなさるわけですね、はい、家庭の予算とかお金の使い方とかいかがですか。ご自身自信おありですか。もうございませんね、自信は全然。主人ですね、先ほどからだいぶの敬語が混じるんですよね、奥様の。ああ、まだ慣れないんでしょうか。もうそういうことはなくなるわけだ。いや、つい習慣でね。どうですか、あの、新しい環境にお入りなんですがね、はい、その緊張を感じになるかですね、逆にその、まあ、皇族の身分をお払うのになって、まあ、こう、解放されたっていうか、なんか、羽を広げてこれから何かやりたいというご自分の方が、立ってらっしゃるか、どちらでしょう。 C って言うならばちょうど半分ですよ。15分にわたったこの会見で記者団は当てられ同士。どうやら軍配は島津新夫妻に上がったという一番でした。オールになりましたね。こうなったらちょっと動きにくくなりましたね。全くもう息が詰まるような気がしますね。これはすでに2分を警戒としました横綱栃武式、そしてまた横綱若乃花全勝投資千秋楽結びの一番に優勝を争うということは相撲界初めての前代未聞の大一番でございます。互いに左四つ下手上手は十分に引き合いました。さあ栃武式を取った栃武式を取った栃武式上手を取った若乃花が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 寄り切りました。若乃花が若乃花、初めての全勝優勝がありました。念願を遂げた若乃花、喜びの声です。悪くないね。初めてだからね、わしは。三井三池工業所で3月28日強行就労しようとした第二組合員がピケを張った第一組合員と衝突。140人を超す負傷者を出し、さらに翌日暴力団に襲われてとうとう第一組合員の一人が死にました。浅沼稲次郎228。社会一応一段落。人間機関車沼さんこと浅沼委員長就任の弁。本廃材において選出されました役員一同を代表いたしましてご挨拶を申し上げます。またも十字架にかかった川上さん。209票の賞というものは私にとって非常な永遠の激励の賞であると私は考えました。委員長の椅子を去る鈴木茂三郎さん。任期半ばにおいて委員長が、いずれにせよやるということは、重大な問題であるとは存じますけれども
来日したアデナウア首相は2月26日記者会見で、sehr nahe Beziehungen wissenschaftlicher und kultureller Art bestanden haben. 軍縮は賛成だが、軍縮は軍備によってのみ達成されると有名な強気ぶりを示しました。さて、ソノラマのニュースクイズ。さあ、これは誰の声でしょう。大山名人とはこれまで9回対局し、2勝7敗と負け越しています。しかし今度は初めての名人戦ですから、過去の戦績に当たられると、全力を尽くして、一手一手に成功を込めてぶつかります。